肉の後にはニンジンと玉ねぎですね。玉ねぎは色を変わったので、じゃがいもと今回はかぼちゃ、かぼちゃを早く入れると色が出て、牛乳のシチューが黄色くなることがありますが、大丈夫だと思います。塩コショウを入れて、これは煮込むので小麦粉を入れます。よく混ぜるんですね。かき回して小麦粉が馴染む。さあ、これで牛乳を入れます。ドバー、火をつけます。さあ、これでじっくりと煮込みます。煮立ってきたので、コンソメですね。で、塩コショウで味を整えて、ちょっと煮立ってきたので水を入れて、穏やかに煮込みます。20分ぐらいかかるかもしれないね。人参に火が通るまで煮込みます。うわ、焦げないかな。やっぱりかぼちゃ入れたんで多少黄色くなってきましたね。この味は変わらないと思いますよ。よし、ゆっくり行きましょう。かぼちゃの黄色いのが気になりますね。セロリを仕上げに入れます。飾りですね、これは。